クワナの提言 SCP-001 JP に関する提言アーカイブドクワナの提言アイテム番号 SCP-1 オブジェクトクラスサミュエル特別収容プロトコル SCP-1 を含む周囲半径 7km の位相変調空間は異物収容エリア 81α β に指定されます。SCP-1 及び異物収容エリア 81α β には許可された人員のみが立ち入ることができ、許可のない職員や人間を含むあらゆる高機能生物の侵入は必ず阻止されなければなりません。もしも不正な侵入が認められた場合には対象の即時待傷が必要です。SCP-1 及び異物収容エリア 81α β の情報は許可された人員にのみ共有され、それ以外の者に知られることがないようにしなければなりません。もしも情報漏洩が認められた場合には対象、必要であれば関係者も含め、の即時待傷が必要です。故意に情報漏洩を起こした者には厳重な処罰が与えられます。異物収容エリア 81α β を不確かに近くするにとどまった場合には対処は必須ではなく、その存在に不信感を抱いたあるいは蒸気収容違反につながると考えられる行動をとった場合のみ記憶処理あるいは即時待傷を行います。蒸気の処処理は SCP-1 関係者全員が責任を持ち、あらゆる手を尽くしてでも達成されなければなりません。SCP-1 へのアクセス許可の新たな発行は今のところ認められていません。カフカ及び政府下の異常汚染が発生した場合には未休閉廷プロトコル BC10K が適用されます。説明 SCP-1 は緯度 35.185 経度 136.899 に立つ構造物です。およそ円柱型で地上地下どもに約1万km、直径は約 1.3km です。SCP-1 はそれ自身から実行半径 7km に、異物収容エリア、81α β に指定される、位相変調空間を形成しその内部に位置しているため、通常人目にさらされることや誰かが入り込むようなことはありません。しかしながら異相変調の性質を鑑みて、稀に存在が観測される可能性、またごく稀に侵入者を許す可能性があることに注意しなければなりません。前者は特別に対処せずとも大きな問題にならないことが分かっていますが、後者は必ず何らかの手を打たなければならないことでしょう。すべての関係者は SCP-1 の情報を最大機密にすることを約束します。SCP-1 内部は側面に垂れ直ちになるように重力を設定しています。9つの区画に分けられており、現在は下から順に地下制御区画、地下機関区画、地下居住区画、地上エントランス、地上多目的区画、地上機関区画、地上制御区画、地上管制区画、頂点観測区画の構成になっています。区画の入れ替えは現在のところ必要がないため認められていません。多重位相制御により区画の拡張も可能ですが、同様に現在は必要がないため認められていません。区画運用に関する申し立ては区画管理担当にご連絡ください。現在、SCP-1 はステージングプロジェクトにおける運行任務に従事しています。出力の多くをその任務に割いているため、余剰出力の既存の割り当て以上の使用は原則認められていません。申し立てがある方は資源管理担当にご連絡ください。運行任務は確実かつ内密に行われます。観測担当は統一座標が進路方向、すなわち SCP-1 の直立方向に進んでいることを毎日確認します。また事象の地平線から新たに未確認物体が確認された時は管理委員会に報告します。隠蔽担当は未確認物体がいかなる高機能生物にも観測されないように未確認物体を隠蔽します。そのために SCP-1 の出力を割くことが認められています。未確認物体の性質によりますが、
多くの場合は波的確率隠蔽法が最も有効です。どのようであれ、一般にはこの運行を知られてはなりません。SCD-1 の地上入り口から地上エントランスに入ることができます。入場した者はまず最初に、艦長の役職を与えられている人型端末、以下、SCD-001、1として、に迎えられます。1は外環境の種別に全く無知であるように定められているため、あらゆる人間や他の高機能生物にも同様な一般クラス対応を取ります。一般クラスではステージングプロジェクトに支障を出すような命令を SCD-1 に実行させることはできません。しかしそれだけで多大な情報漏洩であり、また地上エントランスに足を踏み入れるだけでも多大な政府課が対象に与えられるため、これは即座に抹消されなければなりません。抹消処理には存在論的燃焼を行うのが有効です。残滓は不可調律を言ってから駆除担当が処分します。過負荷及び政府課の異常汚染を放置した場合、負荷の爆発、現象が生じる可能性があります。同様の理由により、対応する過負荷、政府課オブジェクトを接触させること、あるいは臨界を超える数の負荷オブジェクトを一つに集約することは禁止されています。映像記録、2010-10-8、財団職員の名護博士が SCD-1 を発見しました。彼は何らかの方法で異物収容エリア、81にアクセスし、SCD-1 の写真を撮影しています。添付画像、また彼は地上入り口から地上エントランスに進み、SCD-001、1と対話しました。内容は次の通りです。広い空間に名護博士がいる。背景は白い光に包まれていて、周囲の詳細はわからない。彼の正面には SCD-001、1が立っている。君は、この建造物は何かね？お帰りなさいませ。私の乗組員様。私はこの環境に常駐する人型端末、艦長、です。そしてここは環境です。どうかされましたか、乗組員様？おい、私には君が喋っている言葉がわからない。なのに、君が喋っている言葉の意味がわかるぞ。当然のことです。意味を交わすのに言葉を介する必要がどこにありますか？ああ。よろしければご説明しましょうか？そうだな。手短に頼む。録音機器を取り出す。失礼ですが、現在、総合代表様から環境内での記録機器の使用と持ち出しは禁止されています。罰則は乗組員様を不幸にするでしょう。警告かね。まあ、そうだな。今回はやめておくよ。説明もいい。今のところは便利というだけで十分だ。わかってもらえて幸いです。では別の質問だ。君は環境と言ったが、このバカでかい塔は船なのかね？違います。この塔が環境です。じゃあ船は、まさかこの地球って言うんじゃないだろうね。宇宙です。バカか。あなたが近くできる限界宇宙がこの船です。より詳しくはステージングプロジェクトへのご理解が必要です。よろしければご説明しましょうか？いや、いい。途中省略。名護博士は環境の機密を話すように言い、SCP-001-1 は彼を地上多目的区画の研究所を区画に連れて行く。一般クラスの乗組員様に紹介できるのはこちらです。ステージングのサブプロジェクトにおける環境負荷を再現する実演機械の一つ、K55DN です。窓の向こうには何も見えないが。お好きな番号を教えてください。その数字に対応する過負荷オブジェクトを再現します。じゃあ、
そうだな。173なんてどうだ。かしこまりました。173ですね。画面が一瞬揺れた後、ゴリゴリという音が響く。遅れて、名護博士がガラス窓の向こうを指さす。明らかに狼狽する。おい、どういうことだ。どうしてあれがあそこにある。あの忌々しいスキップが。あちらはカフカオブジェクト173です。違う、SCP-173 だ。あれは本物か？あれは今し型作成したものです。サブプロジェクトで使われている本物ではありません。もちろん性質は全く同一です。クソが、同じってなんだ。じゃああれは、私たちが目を離したらこっちにやってくるっていうのか。ご安心ください。この実験室を破ることは不可能です。お望みであれば目の前まで誘導して差し上げますよ。いやいい、これは幻だ。こんなことはありえない。では他の番号もご覧になりますか？682。いや354はどうだ。1048全部。023。JP は無理だろう。できました。ゼップ。私の乗組員様、どうでしたでしょうか？001はどうだ。申し訳ありませんが、それはできません。また、その番号はサブプロジェクトに割り当てられたものではありません。一体、なんだって言うんだ。それは、この環境が001です。ほい、映像記録。胃における情報漏洩は第三実験担当が手引きしたものです。以前から彼は普通の人間を環境に招き入れ、その際に生じる政府家や純粋な対象の反応について知りたがっていました。管理委員会が再三注意したにもかかわらずそれは実行されました。侵入に気づけず、名護博士が外で連絡を取っていれば、001関係者を除く財団職員全員あるいはより多くの人間を抹消しなければならなかったでしょう。実験担当は規定通りに処罰されました。空席となった理事のポストは総合代表が管理します。中、この記事は会職員らが書くそれを真似たある種のジョークであり、今回の情報漏洩の戒めでもある。これは理事の身が見られる機密として保管しておく。環境の総合代表として、諸君らにはこれを忘れず、今まで以上にステージングプロジェクトの任務に努めてもらいたい。日本支部理事、獅子。客中、1。経験的に数年に一度のサイクルで、位相変調空間への予期せぬ干渉が発生することが分かっています。